わかるわ、玉木さん。近頃、種族間の溝は広がる一方だけど、できれば手を携えていきたいわよね。そういや、あんたはエルフだにゃ。耳尖ってるもんにゃ。この近所にエルフの集落があって、そっちも爆発の影響でちょっと被害があったみたいだから、あれなら様子を見てくるべきかもにゃ。うん、私はこの近所の森のエルフとはあんまり関係がないんだけどね。別の氏族なのよ。確かコッコロもそうだっけ。はい、一口にエルフと言っても一枚岩ではございませんので。とはいえ同じ種族ですし、被害に遭われたというなら安否が気になりますね。じゃあ後で一緒に見に行きましょうか。非常時だし助け合わないとね。え、あんたも一緒に行きたいの。まったくもう、あんた人助けとなると見境がないわね。うん、あんたエルフの集落にも知り合いがいるのね。本当に顔が広いわよね。エルフって割と閉鎖的なのに。てかあんたたち、何気なくこの場にいるからつい普通に会話しちゃったけど、連絡もせずに行方をくらませて、これまでどこで何してたわけ？っていうか一応感動の再会よ。もっとこう何かあるでしょう。感極まって抱き合ったりさ。うわ、冗談よ冗談。いいわよ、無事だったならそれで。あんまり心配させないでよね。サレンさんは彼の前だとなんだか不器用な感じね。先ほどまですごく心配してイライラしていて、ずいぶん私も八つ当たりされたのに。あ、そう？同居人だし家族だから心配するのは当然でしょ。それじゃあ私も初対面の方に対して自己紹介しておきますね。メルクリウス財団所属、美冬です。私の肩書きって何でしょう。営業？事務？美冬はほぼ経営者って感じだけどにゃ。私らは適当だからまともに仕事しないしにゃ。実際うちのギルドは美冬がいないと成り立たないにゃ。ありがとにゃ、いつもお世話になってるにゃ。適当だと自覚してるなら皆さんも真面目に働いてくださいね。他にも所属してる人間は割といるけど、大体は町に残して通常業務をやってもらってるにゃ。今牧場に来てるのは数名ってとこにゃ。しかしゆかりさんは負傷者の治療に当たっているはずですが、秋野さんはどこに。あの人目を離すと厄介なことをやらかすので、ちょっと不安なんですけど。にゃふふ、あの子なら飛空艇で近隣の牧場に向かったにゃ。ほら、私らが前に悪徳業者から助けてあげた兄弟が経営してる牧場があるにゃ。エリザベスパークで育ててた牛や馬を一時的にそういう近隣の牧場に預かってもらうことになったにゃ。まだこの牧場は柵とか設備が復旧しきってないから、家畜はどっかよそに預ける必要があるからにゃ。秋野はそういう話を通しに行ってるにゃ。ふむ、やることをやっているなら別に構いませんけどね。秋野さんはなぜか交渉が上手ですしね。任せても大丈夫でしょう。あの子天然の人たらしだからね。カリスマっていうのかな。上に立つべく生まれたお嬢様だからにゃ。ええ、昔からそうなのよ。ずるいのよねあいつは。好き放題に生きてる割になんとなくうまくいってみんなに感謝されるのよね。周りはいつも振り回されて大迷惑だけど、でもあいつメルクリウス財団のみんなと仲良くやれてるみたいで安心したわ。あいつ空気が読めないから、合わない相手とはとことん合わないしさ。仲いいのかしらね。
喧嘩も絶えないわよ。それなりに和気あいあいと同じギルドの仲間として一緒に活動してるけどね。ごめん、誰かこっちを手伝ってくれない？おっと、つい雑談しちゃってたにゃん。どうしたにゃん、ゆかり。近くを魔物がうろついてるみたいで、みんなが怖がってるの。別に暴れたりはしてないみたいなんだけど、やっぱり被害に遭った直後だからみんな不安みたい。念のため何人か戦える人で集まって、その魔物を追っ払おうって話になってるの。ただみんな朝から肉体労働とかして疲れてるから手が足りなくって。私もヒーラーだから前線でガツガツ戦うのは苦手だしね。そういうのが得意な美冬さんあたりが手伝ってくれると助かるよ。ああ、美冬は全体の統括をしてるからこの場から動かせないにゃ。とりあえず私が行こうかにゃ。魔物が出たってのはどこかにゃ。こっちこっち、急いでね。今エリザベスパークの人たちが魔物の相手をしてるけど、みんな昨日から避難生活をしてて弱ってるから危ないかも。待ってください、私も行きます。害獣の駆除などは得意分野ですので。サレンさん、この場を任せてもいい？了解、任せて。私も手伝いたいところだけど、複数のギルドがおのおの勝手に行動してたらパニックになるしね。誰かが主導して全体を管理する必要があるもんね。私そういう調停とかは得意だから任せといて。適材適所よね、実際。